小出義鹿は、江戸時代前期の大名。田島国伊豆市藩三代藩主、後丹波国園部藩初代藩主。吉鹿家小出氏初代。天正18年、小出義政の次男として、大阪で生まれた。母は、伊藤治名の娘。慶長3年、大公、豊臣秀吉の命により、従五位下、加賀守に助任された。慶長8年、 シナの守るに改められ、江戸に至って徳川家康に敗越した。慶長10年、徳川秀忠の上落に随従し、4月26日の三大に愚部した。慶長15年、上野国神羅軍に二千国の治療を与えられた。慶長18年に父吉政が没すると、兄吉秀が家督を継いで、泉国岸和田藩の医療に移ったため、 吉地下は、兄の伊豆市場と父の所領の一部を継承し、田島国伊豆市郡、桁郡、三組郡、洋府郡から27,700国を領することとなり、合わせて29,700国の大名となった。慶長19年の大阪冬の陣では、兄と共に天皇寺口の攻撃に参加した。大阪夏の陣の際には、落城時に大桑健保や王の一族らの三百洋を、 討ち取った。また兄と同じく、坂浦の警備にあたり、豊臣方の捕獲を行った。両役で吉地下は十七の支給を挙げた。現名五年に、兄が伊豆市に採封されて戻ってくることになったため、吉地下は新たに、丹波国園部に違法され、丹波国府内軍、桑田軍、イカルカ軍、上野国神羅軍の四軍で合わせて二万八千国を領し、漁師、園部藩を立藩した。 そして同時に、その部城を築城した。元羅七年、有馬豊氏の違法に伴い、一時的に福知山城に入って、これを守った。官営元年の大阪城武神に参加。官営三年、徳川家光の上落に従い、御水ず天皇の二条城に、行行の際に具部に列した。この時、津島守に改めた。寒栄十九年、上方の軍部業となり、 伊勢守に改める。漢文2年、養子の吉氏に三千国を分置する。漢文7年、家督を長男の英知に譲って隠居し、所領より養老領として五千国をあげられる。漢文8年、その辺にて死去した。去年79、下谷博之理事に葬られた。法名は、復元院承継厳集。ありがとうございます。